のボールに手が出てしまいました。外三振です。三振がこれで今シーズン30個になりました。外です。これはチームの中でもかなり運を抜いてしまっている。空振り三振、36キロのボールにバットが回りました。相変わらず杉並隼人さんがお伝えしました。今度もセンター方向、これは本人としては悪くない方角なんでしょう。ただ庄司がここで立ち直ったか。3人でマリーンズ打線を片付けています。2回は唯一なのに急に崩れた感じありましたよね。ああここは一塁へ歩きかけたんですが、一歩目出たところで三振のジャッジ。球審の武さんも一瞬全て出たりしますからね。ここもインサイド来と見逃しの三振、2者連続で見逃しの三振というマリーンズです。ここに来て庄司の三振ペースが少し上がってきました。3回三振2つ、4回2つ、ストレート打ったんだったら変化球を狙うっていうところはね。ランナースタート、この次二塁はどうだ、タッチアウトだ。ここは盗塁失敗、太田が刺しています。距離の長さとかいろいろ考えたらか、ライトへ、しかしライト前に来ていた、オグを取っています。外角、ここは見逃しの三振を取られました。同じようなコースから最後ククッと曲がってきました。何ですかね、このスライドですか。スライダーですね、スライダーカット系ですね。左バッターのアウトコースからその外を打ち上げた右中間の当たりです。ライト、オグ最後は風に押されましたが取っています。ツーアウトからポランコ内野安打も外倒れました。5回の裏が終わった ZOZO マリンスタジアム、マリーンズイーグルスの一戦は4対2、マリーンズリードでご理解します。